マジックポイント、マジックポイント、またはマジックパワーは主としてコンピュータ RPG などのゲームで使われる用語、概念。プレイヤーキャラクターが魔法などの特殊能力を使うために消費する魔力のを表す数値で一般に MP と略される。また、精神力や意志力などといったものを表現するものとなっていることも多い。類似する用語、概念として パワーポイント、PP、テクニカルポイント、TP、マナポイント、MP、スキルポイント、SP などがある。テーブルトーク RPG の多くの製品でも、これとほぼ同等の概念が用いられている。ただし、用語や故障として、マジックポイントや MP が扱われることは少ない。主に魔法を使うことで減算、消費され、例になると魔法は使えなくなる。 ゲームによっては、ヒットポイントと同じように、例になることで気絶などの状態をもたらすことになるものもある。また、強力な魔法ほど消費する MP の量は大きく、例になっていなくても残りの MP が設定された、必要 MP を下回っているとその魔法は使えないことが多い。ウィザードリーのように、消費する MP は一定だがレベルごとに異なった、MP を使わねばならないというものなどもある。 ゲームにおける魔法は一般に強力なものである。ほとんどのゲームにおいて武器による攻撃は武器さえ持っていれば、ほぼノーコストで行えるのに対し、魔法は初歩的なものでも必ず MP というコストを消費しないと行えない場合が多く、そのコスト差の分魔法の方が強力になっているゲームが多い。例えば攻撃用の魔法であれば、 通常の武器による攻撃よりも相手に与えるダメージが大きかったり、複数の敵を同時に攻撃できるなど、何らかの形で有利な設定がなされているものである。また、戦闘で敵の動きを封じて、味方を助ける、武器の威力を増す、味方を何かの害から守る、など戦闘を有利に進める特典を与える魔法も、あれば、自分や仲間の傷を即座に癒す魔法などもある。 MP の消費は、これらが無制限に使われて、ゲームの展開が平坦な、つまらないものにならぬよう、魔法の使用に制限を加える意味も持っている。黎明期のロールプレイングゲームにおいては、いかにこのポイントを節約して、スタート地点からより、遠くまで探索できるかなど、悩み楽しむのが、面白さの肝であった。リソース、資源運用ゲームとしてのゲーム性を進化させた。 テーブルトーク RPG 作品では MP をメンタル、精神ポイントやマインド、意思ポイントの略だと解し、魔法だけではなく、集中力を要する複雑な行為を使用するためのリソースとする方向性が見出された MP とは全く別に SP、PP などを独立させたゲームも存在する。ロールプレイングゲームに登場する多くの敵が行う攻撃行動は、 プレイヤーキャラクターのヒットポイント、HP を消耗させるニック攻撃だが、リソース運用ゲームとして見た場合に、最も手強いのは M を直接消耗させてくる特殊な攻撃である。リソース運用ゲームとしてのロールプレイングゲームは、MP の扱い方を多彩に進化させた。例えば、多くの MP を消耗する代わりに非常に大きな成果を得られるルールや、 MP をすべて消耗してしまうと肉体的なダメージがなくても昏睡状態に陥るなどのリアリティのあるルールの登場である。こうした工夫によって様々な個性を見せた作品が生まれた。テーブルトーク RPG では安全な場所を確保した上でのキャンプによる休憩によって MP を回復するのが一般的である。黎明期のコンピュータ RPG では キャンプの表現が難しかったことから、町や村の宿屋などの所定の施設で MP を回復するゲームが多い。この手法はキャンプよりもわかりやすく非常に多くの作品で流用されコンピューター RPG の一般的なスタイルとして定着した。アイテムなどを使って回復できるゲームでも、その回復力が著しく低かったり、あるいはアイテムの入手が非常に困難、非常に効果。 もしくはクエストの成功や敵を倒すことでしか入手できないなどなケースが一般的なため MP 回復は施設を中心に行うのが効率の良いプレイスタイルと言える。またヒットポイント HP を消耗することで MP を得たり魔法によって敵から MP を吸収したり味方に分け与えるシステムのあるゲームもある。さらにハイドライド E などでは 時間経過とともに少しずつ消費した MP が自然回復するコンピュータゲームらしいシステムが採用されている。最近のコンピュータ RPG では探索途中でも回復が要因になっているゲームが主流となっており、蒸気のようなリソース運用ゲームとしてのロールプレイングゲーム概念は淘汰されつつある。それにより探索の全工程におけるリソースよりも個々の戦闘における戦略、 戦術が重視されるスタイルが定着した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。